はい、こんにちは。大人男子の物宮永人です。今日は香水をアップデートしたので皆さんにご紹介していきたいと思います。実は今日僕がアップデートした香水めっちゃ最新情報なんですけども、メゾンマルジェラのレプリカという香水のですね、トラベルサイズが日本上陸しました。売ってる場所が、原宿にできたばっかりですね、アットコスメ東京さんっていう原宿駅前にあるアットコスメの大きなショップですね、そこで売ってます。このメゾンマルジェラレプリカの香水を、早速紹介していきたいと思ってるんですけども、これまで 100ml の大きなサイズのレプリカ香水しかなかったんですけど、それがだいたい 100ml で 14,000 円とかですかね。で、まあ結構ねハードルが高いということだったんですけども、1月10日からですね、このトラベル用のレプリカがですね、アットコスメ東京さんで発売されました。これがですね 10ml で 3,500 円なんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。3500円だったらもうめちゃくちゃお手軽にプレゼントしたりとか、もはやなんかこうお土産とか手土産でこれ持ってってあげてもいいんじゃないかなって思うぐらい、パッケージもしっかりしてるし、すっごいコスパがいいアイテムになってます。実際ね、あの量と値段を比較すると大きいやつ買った方が安くはあるんですけども、3500円で 10ml でいろんな香りが挑戦できるんだったら、僕はこっちの方が買いかなと思って今回2本購入してきました。でですね、このトラベルサイズの香水は10種類香りがあるんですけども、マルジェラのレプリカの香水は香りがめちゃくちゃユニークなんですよ。そこが本当にあの僕大好きなところです。何が面白いかっていう、人の記憶だったりとか思い出を呼び起こすっていうのが、テーマになっていて、そのね香りに出会った年だったりとか場所だったりとか、そういうのが説明されています。要は香りにストーリーがあるっていうことなんですよね。僕が買った香水の、2種類のストーリーを1個ずつですね読み上げていきたいと思います。1個目はこれですね。2003年フィレンツェの思い出。滑らかな肌を洗いたてのシーツが優しく撫でる。その香りに包まれて目覚める清々しい朝。まるで時が止まったかのように今でもあの思い出が忘れられない。レイジーサンデーモーニングですね。はい、2個目、古き良き理髪店。スペインマドリッドでの懐かしい思い出。優しく温かいバスルームで香る柔らかい泡。クリーンでフレッシュな理髪店で奏でるテクニック。アットザバーバーっていう2種類なんですけど、めっちゃ細かいですよね。ここにね細かくどこで出会った香りなのかとか、どういう状況なのかとかっていうのが細かく書かれてるんで、僕はねこのこう先に見て答え合わせ的に香りを嗅いで、あーなるほどねみたいな感じで答え合わせしながら、香り探していくのすごい楽しかったです。その中でもこの2つがあのすごい良かったです。で、一個一個説明していきたいんですけども、この一個目ですね。レイジーサンデーモーニング。日曜日の朝の香りですね。これね、まあ本当にめっちゃ爽やかな香りです。これね、余談なんですけど、朝の太陽ってめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。調べたら、太陽を浴びると、セロトニンっていう物質がね、脳内に分泌されるらしいんですよ。このセロトニンっていうのが朝の心地よい目覚めだったりとか、自律神経を整えたりとか、気持ちを上げてくれたりっていう幸せホルモンみたいな感じで言われてるらしいんですよね。で、このレイジーサンデーモーニングの香りは太陽を浴びた時の幸せホルモンがドパドパ出てる状態にかなり近いんじゃないかなって僕勝手に思っています。休日の朝にカーテンを開けて太陽をカッと昇っていて、その太陽枕の顔のところにちょうどぴったり差してきて、グーンって伸びをしながら今日も気持ちいいなっていう多幸感、これにめっちゃ似てます。この匂い、これね女性用って書いてあるんですけども、枕元とかにねシュッシュッってやって幸せ気分になっています。お次、バーバーの香りですね。男性向けの香りです。いわゆる海外の床屋さんを思い出させる香りなんですけども、まあこれね皆さんも経験あると思うんですけども、美容室行った後に普段使ってないシャンプーだったりとか整髪料を使って髪もさっぱりして爽やかな気分で外に出て、すごい風も気持ちくて足取りも軽やかみたいな、あの気分あるじゃないですか。あの瞬間の爽やかな気分を狙ってんじゃないかなっていう感じの香りがします。まあめちゃくちゃ分かりやすく言ったら海外の男の人の匂い。僕がイメージするのは海外のホテルのウッドテイストの洗面台の香り。めっちゃ分かりづらいですけど、間違いなくマルジェラのレプリカの中で一番エロい大人の香りがします。そんな感じの2種類の香水を買いました。で、香水の楽しみ方って僕2種類あると思っていて、1個目はですね、もちろん自分が香るということ。で、2個目は人に香らせるということ。
この2つ当たり前にあると思うんですけども、この今回買った2種類は僕これ完全に住み分けをして買いました。1の自分の香るっていう方はレイジーサンデーモーニング、自分が香ってすごく気持ちよくなれたりとか、幸せな気分になれるので、ベッドの枕元にシュッてやったりとか、ティッシュ箱の中にシュッてやって鼻かんだ時にちょっとなんかいい匂いとか、そういう時に使っています。だから結構ね、室内とかで使うことが多そうな感じがします。でこっちのバーバーの方は2の香らせるっていうところで、まあ男のエロい香りがするので、手首とかね、洋服とかにシュッシュッとかやってあげると、人に対してそういう自分の印象としてこのエロい香りっていうのが印象付けられるかもしれませんっていう感じでですね、まあ香りってめちゃくちゃいいですよね。人にその印象を与えられたりとか、自分がリラックスとか幸せな気持ちになれるっていうので、匂いフェチにはたまらないアイテムでございます。まあ、これからもね、まあちょっとなんかこういろいろ買っていきたいと思うので、おすすめの香水だよっていうのがあったらコメント欄で教えてください。はい、こんな感じで僕は普段大人の身だしなみということで、メンズメイク、スキンケア、ファッション、ヘアスタイルについて発信をしています。もし大人男子の身だしなみ興味のある方はグッドボタンとチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ではまた3日後ぐらいにお会いしましょう。さようなら。